はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。7月27日、こちらはですね、福岡県田川市にある福岡県立大学です。ワクチンの2回目の接種に参りました。だいたいあと1時間後ぐらいなんですけれども、まあぼちぼち受付が始まるんじゃないかなと思います。1回目を接種してからですね、ちょうど1ヶ月ですね。前回6月27日でしたんで、ちょうど1ヶ月、7月27日と、今年はですね、まあ27という日がすごく当たってますね。1月27は21日からの滝行を満行し、そして2月27は僕の誕生日のトークライブをしましたしね、まあその他もろもろですね。今年は27日ですね。8月27日も福岡で月1やろうと思ってまして、その翌日からトークライブに行きます。チャリンコのですね、今回もですね、投げ銭トークライブにしたいと思ってますんで、ご案内は LINE アットから行きますんで、満席になる前に申し込みたい方はぜひご登録をくださいということでですね、福岡市の県立大学なんですが、これ僕の母校ですね。もう20年以上前ですね。暑いですね。というかもうめちゃくちゃ暑いんですよ。カンカン照り。いや、オリンピックの皆さんすごいですね。僕でもこんな暑さで自転車乗るとちょっと厳しい気がしますけどね。まあでも今までも経験ありますんでね。まあ皮膚強いからね、紫外線にも赤外線にもですね、放射線にもですね、強いんですよ多分、はい、ワクチンにも強いですしね、ウイルスにも強いしね、もういいんです。というわけでですね、今から行っていきたいと思います。ありがとうございました。2回目終わりました。気分がいいですね。これから2週間後にはですね、フルワクチネイティッド、つまりあのフルチンということでですね、まあ従来株で言うと感染を 95% も発症もするぐらいですかね、かなりフルボディになるわけなんですよ。で今のね、流行ってるデルタ株も、まあ、割とその感染力は高いんですが、まあ、重症化とかですね、入院とか、まあ、もちろん死亡を抑制する効果はもうほぼほぼもう 100% に近いとね、言えるわけなんですよね。じゃあ、はいはい、どうですか、どうですか、今ちょうど YouTube 撮ってこれこのまんま流しますねありがとうございます、はい、今終わりましたんでワクチン2回目が、はい、大丈夫です、映りませんので。あ、そうですか。いやいや、じゃなくて大丈夫です、あの、はい、映らないようにしますんで、映ります大丈夫です、僕しか映ってないんで、はい、ちょうど今打ち終わったところで、はい、撮ってるところでしたどうもありがとうございました、お疲れ様でございます、どうもどうもですね、今あの僕の YouTube を見ている方、ね、訪問介護サービスのですね、車に乗っていられましたね、はい、なんかまたちょっと暑いですね。さっき何の話だっけ。まあいいや、もう話どうでもいいや、もうね、細かい話はいいんですよ。要するにね、気分がいいということなんですよ。まあ前回ね、僕打った時はなんかすごい、あの、なんつうの、胸熱になったでしょ。で今ももちろん胸熱には変わりないんですけども、もうね、不安もあんまりないですよね。まあ2回目は副反応きついとか言ってますけどね、まあその程度の話ですからね、実際の話。フルボディ化しますからね。まあいわゆる一つの完璧ってことじゃないですかね。まあ、おかげさまでですね、まあ、早々と打たせていただきまして、まあ僕はですね、執念深く打つ方にフォーカスしてからっていう話もあるんですけども、神の導きというかですね、ねえ、もう8月10日ウェイですね。いや、何なんでしょうね。ちょっとこっち行こう。こっちに行きましてですね、別に何か話すわけでもないんですけども、ちょっと駐車場までね、お付き合いくださいね。いや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 、こんな感じですね。指さすなってね、まあよく言われますけど、いやもうあれですかね、そろそろ8月、俺ちょうど1年前って弥勒の巫女ちゃんの出版記念パーティーで大忙しだったんですよね。楽しかったな、あれはあれで本当ね、クレイジーでしたよ。まだ変異株になるものがなくって、まあ実際 GoTo トラベルとかね、始まってたんで、もう完全もうコロナ雑魚だよってね、吠えまくってたんですけども、
まあ実際クラスターが発生とかいうこともなくてですね、でまあでも年末ぐらいからねちょっと厄介になってきたかなというところで少し気を引き締め始めて、そんな時にねワクチンが出てきましたんで、まあこれは出口戦略としてね大いに言うべきだと。まあ実際の話ね、この半年ぐらいは、まあ、解除祭りっていうことですね、ワクチンの話をするとゴソゴソゴソっとね解除されるわけですよ。でもおかげさまでね最近ちょっとね下げ止まってるんですね。まあちょっと微妙に増えたりとかしてるんで、まだまだね爆上げモードには入ってませんけども、8月本当になるんじゃないかなと思います。いやみんなねワクチン打ちましょうね、本当にもう何億という人が打ってて、しかも実際に抑えられてますから。で本当なね、別にその不安を煽るとかじゃないんだけども、かかるよりねかからない方がいいですよ。どう考えても、いやかかって治しゃいいという人いるんだけども、かからない方がいいよ実際。しかもね無料で打てるわけでしょ。しかもね針金刺してパワーアップすんねんという無料ですからね、パワーアップ料金が。インフルエンザだってね何だって基本的にお金かかりますけども、この今回のですね流行り病に関してはね、ワクチンに関してはですねもうね無料ですんでね、これ打たないじゃないですよ。まあ、もちろんねメッセンジャー RNA のワクチンが不安だっていう人いるけども、ここもねなんか性格の問題なのかスピリチュアリティの問題なのか分かりませんけども、僕なんかはね、まあ、一応データとか実績を見て、あいけるなと思って、もちろん2年後5年後どうなるかなんてこれ誰も分かりませんけれども、普通に考えたら何ともないわけでね。まあ医学っていうのは非常に誠実でかつ真摯なものであってですね、新しいものに関してはきちんと経過を見るんですよね。実際にメッセンジャー RNA の設計図もスパイクタンパク質も体には残らないんですよ。もうそれは分かってるわけですね。だから残らないものに関してね、何にもないものに関して警戒する必要って本来ないんですけども、まあでも新しいから観察しておきましょうというのが2023年ぐらいまで続くということですね。まあそれを治験という人いますけども、まあ実際にはですねフェーズ3まで終わってますんで、しかも販売の承認が取れてます。でその時点でもう治験はいわゆる治験で終わってるんですが、まあ、観察しましょうということなんですね。それだけ医学というのは誠実なんですね。まあ、代替医療とかですね、サプリメント系とかですね、あとネットワークビジネス系の商品なんかでガンガン治ったってすぐ宣伝する人いるんですけども、あの人たちは治ったことを宣伝するんですよ。で通常医療の場合はですね、治らなかったことをちゃんと見るんですよね。治って当たり前なんです、通常の場合ですね。でもし治らなかったりなんか重大なとか何らかの副作用副反応が出た場合にはきちんと記録してそれをクリアするようになってるわけですね。でもなサプリメント系というのは基本的に治りませんので、でたまたま何かで治ったのをすんごい宣伝するんですよ。なのでもう前提が違うわけですよね。まあそんな中でですね、僕はもうすごいワクワクしてワクチンを打ちましたんでね、おすすめします。本当みんなで打ってさ、マスクをねバーッと取ってさ踊ろうぜっていうのが俺の合言葉だけど、まあ、海外の事例とか見てもですね、まあ、ちょっとアストロゼネカと違いますけれども、まあ、実際に体内で、スパイクタンパク質を作り出すということは同じという限りにおいて、イギリスもですねかなり感染が拡大してたんですけども、ここ 2,3 日でピークアウトしましたね。もちろんこれはロックダウン的なことの成果かもしれませんけども、ただねイギリスはもう完全に解放してますからね。でその上でピークアウトしてるでしょ。これが集団免疫というのか、まあ実際に接種が進んだ結果というのか、まだそれは傾向を見ないと分かりませんけども、いずれにしてもですね傾向的には非常に明るいんですよ。経過的にはねものすごいいいですよね。ただまあイスラエルなんかは先に打って少しね感染の抑止力が落ちてるっていうデータもありました。まあそれはそうでしょうね。でも重症化を抑える力はね全然落ちないんですよ。依然と9割ぐらいなんですね。それで良くないってことです。でこれ別に予言じゃないんですけども、まあ、今後ねまあこれはちょっといい悪いを別としてワクチンを打った人が感染するんですよ。ただし全くの無症状で拡散する可能性がありますね。で打った人間はコロナ一応暴露してるんだけども無症状だっていうことなんですね。これで打ってない人にどんどん広がっていくっていうのは今後9月ぐらいに起こり得ますので、接種した人がですねウエーってみんなするでしょ。そうなると打ってない人もコロナは存在しないとかなんか言ってる人たちも一緒にウエーってやるでしょ。それ間違いなく広がりますんで、でその頃にはですねデルタ株からさらに進化した変異株もあると思いますので、
ちょっと厳しいと思うんですよね、そこは。これ別にあの不安を煽るというわけじゃなくて、世の中の傾向というかファクトを見たら、ね、明らかなんですよね。なのでもう僕は率先して打ってですね、まあ、1日2日副反応の経過を見たいと思いますけれども、まあ嬉しいです、爽やかです。なんか麻薬入ってるよね、これは。入ってないけど変な都市伝説ね。この間あの泥パック顔に塗ってさ、ワクチンの副反応で顔が石灰化、皮膚が石灰化してますみたいな冗談言おうと思ったんですけどね、まあこれ本気にする人いてさ、電球がつくとか言う人もいるからさ、まあ、その辺ちょっとね一応控えたんですけども、まあまあ泥パックは単なる桜温泉という霧島のホテルでですね、名物になってるやつを塗りたくっただけなんですね。僕の場合頭のてっぺんから塗れるんでね、面白いということでお地蔵さんみたいになったところですね、行けたわけですけども。というわけであの駐車場に着きましたね。いやこれからね事務所というかまで1時間半ぐらいかな、途中ご飯とか食べていくと思いますけども、まあ、気をつけてね帰っていきたいと思うわけです。梅雨明けも完全にしてますしね、ほんとマジうえいですよ。藤波辰巳という状況にねなっちゃいましたけどね、未来わかるよ、みんなワクチン打とうぜ、ワクチン打ってね、マスクを取ってこの人類の演出を宇宙に